申し訳ない。グレちったよ。すいません、違います。あー、ここです。大丈夫です。ごめんごめん、遅れちゃってごめん。いや、なんか電車がね、止まったんだよ。あ、いや、申し訳ない。いやー、こっちから呼び出してて申し訳ない。そうなんだよ、電車止まると思わなかったから。うん、いや、やっちゃったな。いや、相談事があってさ。そうなんだよ。いやー、まさか電車止まると思わなかったからな。あ、すいません、アイスコーヒーで。アイスコーヒー、アイスコーヒーです。はい。いやー、ちょっとね、相談があってさ。いやー、今度なんか同窓会のさ、なんか幹事というか、それをなんか頼まれちゃってさ。もう俺そんなことやってこなかったから、どうやらいいんだよって。しかもさ、もう20年ぶりじゃない？だから20年ぶりに同窓会って言って、どうやってさ、メンバーを集めたらいいんだろうと思ってさ。だから20年間付き合いやんのは本当山田ぐらいだから、もう山田に相談するしかないの。他だって20年みんなどこにいるかも分かんないし。だからどうやって、ちょっと聞いてんの？山田しか相談する人いないんだから集中してくれよ。いや、遅れたのは俺が悪いけどさ、うん、とにかくどうやってみんなを探したらいいんだろうなと思ってんのよ。だから卒業アルバム、あそこになんか住所載ってたよね。最近の卒業アルバムとかで住所載ってないのかな。なんか俺らの時載ってたよね、住所ね。でもそこに調べてももうみんないないだろうな。どうな、ちょっと聞いてんの？山田しかちょっといないんだから集中してくれよ、頼むよ。で卒業アルバム無理かなと思って、他案内のかなと思ってさ。あ、そうだ。いやいや、どこで笑ってんの？違う、そうだなんて笑うとこじゃないから。あれFacebook、 Facebook で昔の人となんか出会えたね、久しぶりに会えたって言うじゃん。 Facebook いいかもしれない。でも Facebook のやり方もよくわかんないからな。ちょっと、もうもう福袋も服だから、もう分かってるよ。来た時からもう座ってからずっと目線がここなんだから分かってるよ。話聞いてないもん。目線がずっとここなんだよ、分かってるよ。喋ってもだって見てんのここなんだもん。これ福袋の服だから、福袋から出てきてきてる服だから。コーラって書いてあるけど、そう、分かってるよ。ソーダで笑ったのも、え、コーラなのにソーダって言ったみたいな。そう、逆にそれで笑えるの相当すごいと思うよ。能力高いと思うよ、想像力すごいよ。そんな普通言われないと気づかないよ。あ、そうだって、なんで笑ってんの？あ、同じ男性系だから笑ってたんだって。そこでようやく解決するぐらいのものよ。すごいと思うよ、俺がそうだってこうだと思って。すごいよ。いや、母じゃないよ、本当に。福袋で出てた服だから。アイスコーヒーここです、すいません。店員さん、これコーラだから。俺が頼んだのはアイスコーヒーだから。いやいや、だからね、いや、分かってたんですよ。だから何回もアイスコーヒーって言ったでしょ。俺がアイスコーヒーって言った時、店員さんここ見てるから、あれ、コーラなのにみたいななってたからね。それを感じたからアイスコーヒーって言ったのよ。そしたら案の定、これコーラだから、ここもコーラだけどね、頼んだのはアイスコーヒーだから、コーラだから。うん、いやいや、来てこなきゃいいじゃんって。そんな寂しいことは言わないでよ。じゃあ、いや、俺だってさ、別にこれ自体は絶対で悪いことじゃないから。ただ俺がなんか年齢というか、もうちょっと若い人が来た方が似合うのかなとか、いろいろ思ってなんか着れなかったな。あんまりでも俺もこういうロゴがバーンってのは着ないから、ちょっと恥ずかしい。で、この付き合いが長い山田なら、まあこういう安心感がある時なら着てもいいかなってことで着てきた。だって福袋の服だってさ、せっかくね、で誕生したんだから着た方がいいじゃない、絶対に。そうだ、そう思って着たらもうこれよ、本当に変わんない、本当に。うん、あ、これを何、同窓会に着てくってこと？そんな無理でしょ。20年ぶりの同窓会なんかみんな張り切ってくるよ。張り切りだよ、20年ぶりの同窓会なんて。あら、なんか素敵なお召し物ね、みたいな。あら、素晴らしいスーツで、あれ、コーラってなるよ。おかしいんじゃん。さすがに安心できるメンバーだから来てきた。もうこれを着たら何やったってこれ中心だよ。だって、じゃあ例えば何、マジシャンのこう舞台見に行きましたとかさ、マジシャンがさ、じゃあ今からカードマジックやります、じゃあちょっとお客さんの中で1枚引いてもらいましょうかね、どうしましょう、あ、一番前なのこのコーラって書いてるあなたね、絶対なるから。俺が舞台上に上がってきたら、みんな本当はコーラだってなるじゃん。マジックに集中できないよ、本当に申し訳ない。逆にごめんなさいね、なんかみんなこっち見てるみたいですけど、ありますよ、たまんない、本当に。俺がさ、じゃあ電車に乗っててプシューって俺が出てきたら、え、コーラの音ですかって、プシューが笑われちゃうよ、それこそ。いや、それぐらい山田ぐらい想像力ある人だったら、プシューって電車から俺がプシューって来て、これがコーラだったら、うわ、コーラの音だってなるよ、本当に。逆にシンプルに俺がコーラ飲んでても、コーラ飲んでるっていうよりはなんか補充してんじゃないってこうなるよ、本当に。
とにかく無理。分かってもらえばいいけど、分かってもらえばいいけど、なんか同窓会どうしようかなってことだったのよ。そうそう。あ、道理で？あ、道理で何この、あ、このマフラーもなんかこう様子がおかしかったってこと？これは自分で選んだんだけど。はい、というわけで見ていただきました同窓会の相談というわけで、これはですねリニューアルというライブがありまして、まあ元々やってたネタをリニューアルして、ネタを収録して、まあこういうところにこう出すという、ので披露したんですけども。これはですね、もともと2018年かなの月1ライブで初披露。だからこれもわりかし、まあ最近ですかね。で、タイトルは、福袋の福だからっていう、一応こっちの台本を打ってる上のタイトルは福袋の福だからなんですけども、まあそれがね、それがネタなんで、その一発目の、これ福袋の福だからっていうネタなんで、ネタバレになってしまうので、同窓会の相談というタイトルを今回つけて披露しました。はい。いやー、だからね、まあ、この気にしすぎが夢に生まれたネタですよね。はい。このコーラだからっていうのね。なんか、みんながここ見てんじゃないからとか、気にしすぎちゃうんですよね。だから、このネタは、人によっては全然別にいいじゃんっていう。だから、コントのスタンバイで、これ結構ね、このネタは、大宮楽園劇場とか、そういうところでやるときはなんか多かったんですよね。で、そういうところでちょっとずつリニューアルしてて、うん、今の一番いい形になったかなとは思ってるんですけども、その時に、その劇場でスタンバイ、ね、パーカーでスタンバイしてる時に、結構芸人さんによっては、なんか、よくないですかこれっていう人も、もうもちろんもちろん、普通にいいんですけど、自分だったら結構ここにどうは気にしちゃうなっていうことで生まれたネタなんですよね。だから、前のね、マネージャー、ボホールのインタビューしてくれた、まあね、名前言っていいのかな、まあ、Y さん、マネージャー Y さんは、めっちゃかっこよくないですか、俺めっちゃいいと思いますよって言ってくれた。だから、もう全然いいんです。これは本当人それぞれで、っていう中で気にしすぎのタイプの人が、なんかここばっかり見られてるような気がするから、いや、福袋の服だからって。まあ、実際本当に福袋から出たの、人が来てるっていうことで、お送りしているネタとなっています。だからね、それぞれ、と難しいですよね。だから、まあでもこれは、さまざま、まあそれそれですね、ほんとね。はい。うん。20年ぶりにと思ったらね、20年ぶりに会って、なんか急にこうだったら、この、ここにインパクトのある服着てたらとか、いろいろ考えちゃって、いろいろ想像して、おかしくなっちゃって、いろいろ作ってきたネタとなっています。はい。これはまあこれぐらいかな。うん。だから意外とね、各劇場で、披露してて、だから、ああいうネタって、あ、結構珍しいかも、この前に向かってやるネタっていうのは、いつもサラリーマンの、お昼休憩のコントとかは、一応こっち側に人がいるってことで、こういう風にやってるんですけども、結構俺の中で前に向かってやるネタ、前に人がいるっていうネタだと、結構お客さんも自分たちに言われてる感じになっちゃうのかなとか、明らかにこうやってれば、あ、ここに誰かいるってことでやってるのねってわかるんですけど、意外とこっちに向かってやると、なんか、一応、なんか全体に向かってやってるの、この目線が意外と難しいかなと思って、まあ分かりやすいのはこうかなとか思ってやってるんですけども、これはなんかね、前に向かってやる方がやりやすいかなっていうのと、多分ここが見せたかったから多分前に向かって、多分こうやっちゃうと意外と分かりづらいっていうのも、ここが見えないからと思って多分こうしたんだなと思いました。こうして喋ってて、ずっと皆さんにここが見えるような状況で喋りたいからっていうのも、あるのかなと思って、やっておりました。そして、なんかああいうコントって、なんか大宮とかルミネはだいたいね、おおよそ500人ぐらい入る場所なんですけども、大宮の劇場とかはまあ200人ぐらいかな。とこで、まあ、文字が見える見ないも含め、そういうところでやった方がこうやりやすいネタとかもあるんですよね。はい。だからあまり他では披露しなかったりもしたんですけども、今回、披露する運びとなりました。はい。とにかくね、これは本当に人好き好きというか、なんか、それ。